おはようございます。ゆ,えゆいのエやさん、カブさん、12月18日はですね、食べたいを伝える訪問歯科診療の日だそうですよ。うん。<laughs> そうなんだ。歯医者さんにも訪問があるんですね。確かに。カブさん、歯医者さんは苦手なんですね。ベルギーの歯医者さんはどうですか歯医者さんは結構うまい下手がありますね。 うん。え、ましで有名なヤブイ医者もありますね。カムさん、ベルギーでも気に入った歯医者さんに出会えるといいですね。あの、ベルギーで歯医者はね、一回も行ってないですね。まだ一回もない。うん。で、日本にいた頃も、多分、小中学生に行ったっきりで、それから行ってない。一回も。うん。いや、ほん当に。だから、あの、でも、その時は、 ちょっとまあ、うん、なんかね、なんか、こう、口にね、なんか器具を入れると、ウ、えー、ってなんかね、ギーってやられるから、あれがちょっとね、痛いというか、なんかちょっと変、歯がゆい気持ちになるんですよね。うん。食べたい、抑える、訪問、し、訪問、歯科、診療っていう、なんか長いですね。うん。歯医者にも訪問診療あるの、これは初耳でしたね。カムさん、眠れましたかえー、知らない間に動画を撮ってたんですね、だあたんですか でも、ちゃんとしっかり話してましたよ。おかしいですよね。何かに操られてるみたいな感じですか。気をつけてくださいね。たまにやるんですよね。いや、夢なのか、夢じゃないのか、わかんないくて。あの、そんなことがちょっとありましたね。うん、時々やりますよ。多分、今日は大丈夫ですね。うん、でも、動画撮ってるときは、大丈夫かどうかちょっとわかんないんで、あれなんですけど。えー、レモンみかんさんどうもです。かぶくん、12月18日月曜日、真夜中の1時です。 うん、天気予報では4度となっていますが、嘘だ、体感で10度くらいあります。どうもおかしいな。え寒くなる、寒くなるなる予報ですけどえ、実際の神奈川県はありがたいことに穏やかな気温です。明日の朝はさて、どうでしょうか。うーん、やっぱ関東はね、あの、遅れるんですよ。あの、寒気が。寒気、寒気流って少し遅れますね。うん。で、特に関東南部だったりとか、海沿いの地域は、 少し遅れます。特に太平洋、千葉県とかも含めて。うん。ただもう多分、あの、もう内陸の方、例えば群馬、えー、栃木、埼玉とか、東京、奥多摩とか、あの辺りはもう多分下がってきてると思うんで、確実にね、来ると思うんですけどね。意外とこう、あの、海岸沿いとかはね、少しこう、海からの暖かい空気が少し残るんですよね。あとか、あの、平野部の中で、 大流、暖気が残るんで、それもあるのかなうん。えー、かぶくん、昨日、新宿歌舞伎町で3回一斉報道がありました。えー、東横キッズ、12歳から19歳の一斉報道、市販薬でオーバード,ードーズをする子もいるそうです。今年の東横キッズ年間報道件数は、えー、去年の1.5倍、えー、862報道しました。東横キッズってなんだっけな聞いたことあるな。東京やってますね、お掃除。もはや、 未成年の不良,不良行為、えー、売春、飲酒、家で利用する悪い大人などを、えー、闇を放置しないでしょう。うん。早く、フェンタニ,ンタニエルやアヘンなどが運びる瀬戸際でした。日本全体の梅毒も以前の10倍です。えー、全国調査しても、えー、船なども調べた方がいいと思います。絶対に麻薬を許してはなりません。うん。こなんかト横キッって聞いたことあるあそういうことなんだ。 なるほどね梅毒も10倍なんですねうん。梅毒は今はね、あのー、昔はね、不治の病でなったら死んじゃいましたけど、今は薬がありますけどね、まあ、薬があるかといってね、結構無防備な感じのことをしたっていうのかな、うん。ちなみに、エイズに関しても、昔は、あ昔今、今薬があって、エイズ発症は抑えられるんですけど、ただ、あのすなんかすごいこうあのレジスタンス エイズレジススタンス HIV レジスタンスって言って、あのなんか薬の効きがかなり悪い HIV も出始めてますのであの、なんていうのかな、ちょっと本当に無防備だったりとかね、自,自暴自棄とかやめてほしいですね。うん、自暴自棄というか、なんだろうこう無防備かな。うん、まあ、心身的なものもあると思うんですよね、きっと。うん 歌舞伎町っていうと、ホストが、ホストクラブも結構あると思うんですけど、まあ、なんか悪,悪質なホス,トもホストもあって、ね、本当にど同喝とかを、ど同喝まがいのね、ところもありますからね、危ないですよ。うん はい、こんにちは、どうもです。本日12月18日月曜日の午前9時です。朝方、私の寝室が寒くて、電波時計の気温を見たらあの5度でした。5度ね。リビングに来てすぐにエアコンをつけました。私は荒感の年齢ですが、こんなに寒い冬は初めてですね。先週までは最高気温が20度近くに違ったんで、熱湯風呂から氷の湖に飛び込んだようなイメージです。 えー、昨日は、えー、風も強くて10メートルの強風が吹いたんで、えー、電柱の電線も大きく波打ったんで,でん、停電になったらどうしようと思う方でした。えー、年末までに携帯ラジオと懐中電灯を買う予定ですと。なるほど。え、どこでしょうかね、お家は。あの、住んでる場所は。えー、朝の気温5度か。ということはどこだ。そ日本海側ではなさそうだな。 ねということで、すごいですね。まあ、これはもう、シベリアの寒気、蓋が取れましたからね。うん、う完全にね、あの、これまではね、あの、ちょっと偏西風の影響で来れなかったんですが、うわーっと来ちゃいましたから。一気にね、でも25度以上まで上が、ね、25度を超えたとこもありましたから、ね、そっからいきなりね、本当大寒波で、ちょっとね、あの、空の様子を見ると、もう今、今、寒気来てますけど、またちょっとね、一週間後、 今から1週間後あたりかな。さらに強い環気もね、控えてるっぽいんで、ちょっと家具は必要かもしれないですけどね。ねうん。いやー、でも僕は雪みたいな。ユうナヤさん、カブさん、ベルギーもクリスマスな感じになってきましたね。今ちゃんとクリスマスまでいたかったですね。今日は久しぶりにタッピーが出番でしたね。カブさん、今日の、今年のクリスマスはどんな感じですか、えー、パーティーとかするんですかベルギーのクリスマスも日本みたいにケーキとタッ、 ケーキはターキーを食べたりするんですかターキーって何ターキーって。ターキーって今聞いて、初めて聞いた。日本も今日は寒いです。うん。あの、クリスマスは多分ケーキ食べますよ。でね、今回は出かけます。お出かけしてきます。で、エマちゃんに会いに,会いに行きます。<laughs> はい。クリスマス中はエマちゃんちでいますよ、僕は。うん。で、多分全日本選手権もエマちゃんちから見ますね。はい。 まあ、ケーキ、でも、ね、胃腸の調子もね、良くなってきてるんで、まあ、多分食べるんじゃないかな。でもね、ちょっとバクバク食べると胸焼けするんで、まあ、まあ、自重しつつっていう感じですかね。うん。あ、多分、ベルギー人、普通にクリスマスティーって食べるんじゃないかな、多分。あ、あります、あります。普通にクリスマスティーって言ってますよ。うん。はい、えっ、ー、と、マルディンさんどうもです。カブ君えー、カブクは日本の国政わ,わけわかんなくなってるでしょうね。 うん、仕方ないよね。国内にいる人の、もう、えー、この先どうなるのか、推測も難しいから、私なりの意見、推測として聞いてくださいね。もう今年度の国会は終了しました。えー、その直前、野党全員が連立陳情した岸田内閣不信任は国会で否決されました。うん、当たり前だよ。与党、自民党が半数を占めてるんだから、野党、自民党以外の党が束になったって、叶うわけがない。 うんえー、今回の裏金問題は戦後に起きた、えー、政治と金もお金の、えー、問題の歴史をたどれば、ロッキード問題、田中角栄、リクルート問題、えー、金,金丸、えー、そして今回自民党の派閥、特に最大派閥の安倍派閥に特捜のミスが入った裏金の問題だから、えー、自民党の最大の危機なんですよ、うん。岸田首相はこの機会に安倍派の大臣、 副大臣の15名の更迭で一層を思ったが、とりあえず松野,大官房松野大臣ですね、他4名だけにとどまったと。 うん、あとは裏金の特捜の結果を受けてからでしょうね。でも、すでに安倍派を辞めた議員も数あり、あのどこの派閥に続けるか、えー、無所属になるのか、自民党、えー、議員のどうかもわかんないところ。で、えー、岸田首相の支持率は17%だから、危機的なんだけど、自民党が第1党であれば明けたから、えー、岸田首相が国民の、えー、支持率が低かろうが、 彼には首相である,あることだけだから、気にも止めて,気気にも止めてないだろうと。だって首相は国民投票じゃないから。うん。確かに。首相が決まるのは第一党でもある。えー、自民党の派閥だから、えー、安倍派が減れば、岸田派にはいいこと、えー。麻生派の麻生副総理と、えー、茂木さんとも、茂木さんね、とも、えー、三者会談も国会終了間に行っている。ただ、裏金が全て暴,れた暴かれたら、 一千万以上の議員は、刑罰がかかされ、あの、それ以下の罰金刑となるからですね。それによって国民が賛成できる、あの、世話選挙になる、もなる。そうなれば、ここで国民が選ぶ議員だから、しっかりと投票したらいけない。ここまで私にも推測できないけれど、あでは、できるけれど、選挙は唯一国税に参加できる、国民の権利だから、真剣に考え投票したいとね。うん。ということですね。なるほどですね。 じゃあ次、ちゃんとあれですね。皆さん考えなきゃね。うん。あの、この、保守党っていうのがね、最近出てきてますよね。時々僕も苦心するんですが。あの、飯山いかりさん、かあかりちゃんあかりさんが、あの、YouTube で怒ってますよね、いつもね。<laughs> で、あの方は、あの、国民保守党、この、なんだってなんとか保守日本保守党かなの、えー、応援をしてるのかなっていう感じで、まあ、自民党に対して結構嫌いってますよね。 うん、LGBT 推進案とかもなんかすごい嫌っていて、いろいろあるんですけどもね。ね維新の会ではいいのかな、ね、ちょっとよくわかんないけど、なんか、ねあのー、変わっていくのかな、うん、今のその政権っていうのがなんか左寄りなんですかね。自民党だ,だからなんか、あのー、なんていうんですかね、こう、平なんか、 ね、保守的な感じもね、ちょっとしなくもなかったんですちょっとか、いろいろこう、ね、いろんな話をちょっと聞いてみると、なんかちょっと左寄りというか、日本を壊す方に行ってるのかなってちょっとね、思ったりもしなくもないんで、ね、なんか、一回こう、あれかな、考えていかなきゃいけないのかな、うん。ちょっと今度僕も見てみますね、あの、うん。 はい。え、ヨウさんよろしくお願いします。カブくんお疲れ様です。ダメじゃ、もうユズくんの情報、多すぎてついていけない。あ、ヨウさんこれ、ハニューくんの話とかでね、話すべきでしたね。ちょっと、読んじゃいます、ね、でも今。片手に飛行機、自撮りか、かわいいから水平線で、え涙が出たらもうユズくんの背中すら見れない。え今週は亀、片つぶり、ノロノロと歩きます。一言、今日もユズくん、大好きだ、背バネ。うん。なるほど。亀と片つぶりでノロノと歩くんですね。なるほどですね。 なぜ、うん、だ一体。片手に飛行機で自撮り。うん。藤原もこさんどうもです。かぶくん、お天気お兄さんありがとうございます。かぶくん一年を通して雲はいつでもどこかにいますね。今日は氷雨ですかまあ素敵、神々しい対応でしたね。 え東京の天気は、えもンみかんさんの住んでいらっしゃる神奈川県とそんなに変わらずかなえ冬の始まりというより春の始まりみたいな不思議なお天気です。うーん。え冬、北国の良さはあ大変な季節になるのよねえ。旦那様と行く羽生選手への佐賀の旅まで無理しないでね。年末年始、無理しそうだわね。うん。う子は相変わらずお仕事を励んでいます。かまくん、クリスマスをエマちゃんと一緒じゃないのね。たくさん食べて、スケートして元気で楽しんでいてくださいね。 毎日ありがとうございます。えー、感謝です。またね。いや、エマちゃんと一緒ですよ。うん。今度は僕、エマちゃんと行きますからね。はい。あのー、そう。で、えー、まあ、あのー、まあ、来週、ま、金曜日あたりからかな。あ、今週か。うん。そうなんですよね。そう。だから、ま、年末年始は、ま、そんな感じで過ごします。うん。関東は、だから、寒気が来るの少し遅れてますね。で、氷雨、ね、あ、あのこの日はね、あの、もう晴れ。うん。 あの、なんか、結構気温もそんなに低くはなくて、まあでも5度くらいかな。5、5、6度くらいですかね。うん。はい。えー、スラカエさんおはようございます。今朝も晴れています。えー、昨日から厳しい寒さになっています。本日12月14日は東京駅の日なんですね。えー、1914年、えー、12月18日に東京駅が開業しました。えー、私は今日がこの、今回の旅の最終日で、えー、この新、この後新幹線に乗り、 宮城へ帰ります。乗り継いで東京駅も利用するんで、記念日に行けて光栄ですね、確かに。ね、東京駅の日なんだ、今日は。え、岡山県は晴れ予報で予想最高度は9度です。えー、宮城県に関しては晴れで、晴れ予報で予想最高気温5度ということですね。寒くなってますね。では東京駅の日でもあるということなんですね。でもほんと記念すべて日にね、うん。 そしてもう一度お天気関測お疲れ様でした。日本に関しても昨日から急激に寒くなりました。ベルギーの寒さに日本も追いついてきた感じですね。タッピーとエマちゃんがじゃれ合ってますね。古くからの大切な仲間だと思うんで、しばしば別れを惜しんでいるんですね。私はこれからのホテルの朝食を食べていきます。8, 8時間目のコメントか。ですねえ。今日はチェックアウトの時間までホテルに滞在し、その後新幹線に乗って帰る感じです。エマちゃんが帰る日ですか かぶさんもお世話お疲れ様でした。寂しくなりますね。また来てほしいですね。エマちゃんも元気そうで何りです。寒さが厳しくなってるんで、かぶさんも体調気をつけて年末年始をお過ごしくださいね。うん。そうなんですよね。えまちゃん帰っちゃいましたね。まあ、帰っちゃったんだけど、まあ、結構ね、またこれからも結構頻繁に会うかもしれない。うん。だからなんか、あのー、そう。うん。ね、ということなんで、まあ、うん。